なんだあの光線は。電磁波。グレン、支度しよう。では。兄さん、本当に大丈夫なの？大丈夫さ。向こうが刻印として招待してくれるんだからね。それに、ガン特効薬のデータはぜひとも受け取ってこなくちゃ。グレンさんも一緒？桜井先生も一緒だ。兄さん、グレンさんの付き合ってる浪川さんってどういう人？いい人？俺に聞くよりグレンに聞けよ。グレン、言ってはいけない。すぐ私と結婚しなければいけないわ。ねえ浪川、すぐ帰ってくるんだよ。グレン、あなたには分からないのよ。分からないのは君だよ。どうかしてるよ。それでは帰ったらすぐに結婚しよう。では出発します。搭乗してください。